グラフとネットワークの第1回目の授業を始めていきます。今日はグラフの定義と次数という数理的な話をしていきます。で、今日の目標は、まずグラフの定義を理解するということで、もう一つは数え上げによる証明の手法を理解し使えるようになるということです。この証明の手法っていうのをこの授業ではいくつかご紹介していくことになりますけども、今日はその中の初めのもの、数え上げによる証明というのをご紹介します。では、まず、グラフというのは何なのかということを説明していきます。これ、今見えているものが、皆さんがよくグラフというときに思い浮かべるようなものですね。このように書かれた図を、グラフということが多いということになります。で、その時には、この、線ですね。線が、その矢印でないものであったり、この下のように矢印になっているものというものがあります。で、矢印になっているものと矢印になっていないものというのは、今後区別していきます。で、矢印がついている方は、有効、向きがついているから、有効グラフ。と呼んだりして、矢印になってない方は向きがついていない。ので、向こうグラフ。というふうに呼んでいくということになります。で、今からまずやりたいのは、これをですね、ちゃんと数学的に定義するということです。それを次にやります。で、まず定義するのは有効グラフの方です。有効グラフというのは、順序対、これは V と A というのを組にしたもの。ですね。で、組にするときには、丸括弧でくくるわけです。で、V と A はどういうものなのかというと、まず V は集合です。どんな集合でもいいです。V は集合です。で、A の方は、V かける V ですね。の部分集合。だから V は順序対の集合ですね。V かける V っていうのを忘れてる場合は、これは、V と V の直積。ですね。例えば、V が1、2の時には、その V かける V っていうのは、この V から要素を2つ取ってきて、丸括弧で並べたものを全部集めてきた集合ですね。だから1、1、1、2、2、1、2、2ですね。これが V かける V だ。ということになります。で、今、下に例があります。V が12345っていう集合で、これ V 集合ですね。で、A はこの V の順序対の集合ですね。順序対っていうのはこの丸括弧で囲んだものということです。で、順序対っていうのはこの順序を気にする必要があって、ここに今25っていう順序対と52っていう順序対があるんですけども、この2つは違うものであるというふうに見なしているということになります。これがこの中に書いてあることです。ですから、順序対では順序が重要になります。で、この授業においては、V は常に有限集合であるということを、暗に仮定することが多いので、特にこだわり、断りがなければ、有効グラフの中に出てくる V というのは有限集合だと思ってください。はい。で、そういうふうにですね、有効グラフっていうのは順序対、集合を2つ V と A を持ってきて、それを並べて定義されるものなんですけども、それを図示するとこのような形になります。だから、この図示しているというのは、この集合で表されている V と A というその組のこと、順序対を、図で書くと分かりやすいので、こう書いているというものなだけですね。だから、この図の方がグラフの実態であるというわけではないというのに注意してください。で、これ先ほどの例ですね。V と A っていう例なんですけども、これどのようにこの図を作っているのかというと、この V の要素、今1、2、3、4、5っていうのがあるんですけども、それが一つ一つ、この丸で囲まれています。丸じゃなくてもいいんですけども、こんな感じで区別して書いています。それでですね、この矢印が、の一つ一つが、この A という集合の要素に対応しています。例えばですね、1、2っていう順序対が、この A にはあるんですけども、
それは1から2に向かっている矢印に対応しています。ですか。1、2って書いたら1から2の矢印ですね。4、3ってなったら、これは4から3に向かっている矢印ということになります。ですか。で、4、4っていうのがあるんですけど、4、4っていうのは4から出て4に向かっていくという矢印になっています。ですか。2、5というのは2から5に向かっている矢印。表していて、5、2っていうのが5から2に向かっている矢印ですね。で、この2つは区別されるということです。いいでしょうか。で、まあ、このように有効グラフを図示することがあって、まあ、こういうふうにすると分かりやすいということなんだけども、でも実態は、この V と A という集合の順序対であるということは、まず理解してください。はい。それでですね、有効グラフに対していろいろな用語があります。で、ちょっとここでまとめてるんですけども、いきなりたくさん出てきて、まあ、困るかもしれませんけども、一つ一つ見ていきます。この有効グラフをまず表すときに、先ほどこの V と A っていうものの順序対っていうふうにするんだっていうふうに定義したんですけども、まあ、それを一つの記号 G とか、まあ、別にまあ G でなくてもいいんですけども、この一つの記号を使って、それを有効グラフであるというふうに表現することもあります。で、この G の中身は V と A の順序対ですというような書き方をするというわけですね。で、そういう有効グラフがあるときに、この V の要素のことを、このグラフ、有効グラフの頂点と呼びます。ですね。これ、この丸で表されているもの。これが頂点です。で、その V 自体は頂点集合と呼びます。頂点の集合なので頂点集合。一方ですね、A の方は個と呼びます。個ですね。この矢印のことをこれ個と呼びます。個ですね。個と呼びます。で、A は個集合と呼ぶということになります。で、個ですね。今この A の要素が今個だったんですけども、個 UV に対して U はその始点であり、V はその終点であると言います。今、この UV という書き方をするときには、その図では U から V に向かって矢印があるという形になっているわけです。で、この時の U がこの個の始点であって、V が終点になっているということですね。でしょうか。で、これ先ほどの下の図は例ですけども、書いてありますね。頂点2っていうのは、個2、3の始点です。2、3っていうこの個があるんですけども、この2はその個の始点です。で、3は終点だということですね。いいでしょうか。で、これが有効グラフです。この線が矢印で表されているものですね。で、一方で、そうじゃなくて、矢印がないもの、向きがないもののことを無効グラフというふうに呼んで、でこれはですね、同じように、有効グラフと同じように定義するんですけども、順序対ですね。この場合 V と E と書いてますけども、V は先ほどの有効グラフと同じように集合です。集合です。で、E は V の要素数の部分集合の集合です。部分集合の集合です。先ほど有効グラフの時には順序対の集合だったんですけども、今度は部分集合の集合になります。で、下にこれ A がありますね。V と先ほどの有効グラフと変わりませんけども、E の方は部分集合の集合なので、例えばここの場合は、この1、2っていう、これはですね、要素数2の V の部分集合なわけです。1号もそうです。集合はこの波括弧でくくるっていう。のがその決まりですよね。これ集合の表記ですね。なので、いいですね。そういう形になりまして、この場合はそういうその要素数の部分集合がたくさんあると。で、それらをたくさん集めて集合にしていると。ですか。だからこの波括弧がこう二重になってますけども、それは別に構わないわけです。これが正しい書き方になります。ですか。で、重要なのは何かっていうと、今この下に注意で書いてあるんですけども、25と52、これは集合としては同じものです。集合っていうのはその何が要素であるのかってことが重要で、この書くときのこの順番っていうのは、どちらであってもこれは同じ集合を表すわけです。で、この部分が先ほどの有効グラフの時のその丸括弧を使って書く。書き方と違うわけですね。丸括弧を書く。丸括弧の場合は、これは、順序対とか、
そこかな。順序対の表記法だったので、この丸を使って書くのと、この丸括弧ですね。丸括弧を使って書くのと、波括弧を使って書くのでは、まず意味が違うんだってことはちゃんと理解してください。ですね。はい。で、これが向こうグラフです。この V と E の順序対が向こうグラフです。で、これもまた図示するわけです。で、どう図示するかというと、この E の方の各要素っていうのが、例えば、この4、5っていう集合があったら、これは4と5を結ぶ線で表されるという形で図示する。いいですか？で、この場合、この線は矢印ではないというのがポイントです。いいでしょうか？これは向こうグラフの図示の方法、仕方です。で、向こうグラフに対しても、有効グラフの時と同じような用語があります。で、まあ、頂点ですね。とか、頂点集合っていうのは先ほどの名前なんですけども、向こうグラフに対しては、辺という、この線を表す、線を表す、要素数の集合のことを辺と言ったりします。先ほど有効グラフの時には、この矢印はこうと言っていたんですけども、向こうグラフの時は辺ということが多いです。で、辺集合ですね。E のことを辺集合と呼ぶと。ここまででしょうか。で、ちょっとその下はややこしいんですけども、辺 UV ですね。E の要素は辺なんですけども、UV という辺があったら、その U と V という頂点はその辺の端点です。ですか。ありますね。頂点23は辺23の端点。今、23というこの辺があったら、その端についている頂点のことをその辺の端点と言います。端点。で、次ですね。頂点 V が、ですね。頂点 V が、頂点辺、もう一度。頂点 V が辺 E の端点であるとき、V は E の2、V は E に接続するといいます。頂点2は2、3という辺に接続します。ですか？頂点は辺に接続するといいます。で、一方で、頂点 U と V が辺をなすとき、V と U、U と V は隣接すると言います。ですか？この場合、頂点2と頂点3は隣接します。だから、この接続するって言葉と隣接するって言葉は、なんか似てるような、なんかどっちもなんかくっついてるっていうような印象を与える言葉なんですけども、このグラフにおける用語としては、明確に区別されます。接続というときには、これは頂点と辺の関係を指していて、隣接というときには頂点と頂点の関係を表しますので明確に区別されますが、それ注意してください。はい、いいでしょうか。で、これでまあその有効グラフと無効グラフというのを定義して、それにまつわる用語を紹介しましたということになります。いいですか。で、今ですね、まあこの頂点とか辺っていう用語を導入したんですけども、その前に一つのグラフは、いろんな樹脂の仕方を持つことがあり得ます。今、ここに書いてあるのは、この6個頂点を持つグラフで、辺が9個かなあるような場合なんですけども、このグラフ、ここに書いてあるような、まあ、異なる3つの書き方ができますし、他にももっとたくさん書き方があります。で、どのように書いても構わないんですけども、どのようにっていうのは、この、先ほどのその規則をですね、守って書いてもらえばいいんですけども、その時にですね、この、辺として表さて、表す、辺を表す線っていうのは、直線でなくても良いです。曲線でも良いです。ですね。で、その曲線同士が交わっていても構わないです。ちゃんとその、端点となるような、頂点と焦点を結ぶような線で、辺が書かれていれば大丈夫です。まあ、頂点はこの丸で囲む必要はないんですけども、まあ、四角とか別の、図形でもいいんですけども、まあ、よく丸が使われます。はい。
で、これさっき言ったことですね。その先ほど、その、用語を有効グラフと無効グラフに対して、頂点とか弧とか辺っていう言葉を定義したんですけども、まあ、その、ですね、用語は分野であったり、人であったり、人っていうのはその著者ですね、書く人とか、研究者によって、あるいは分野によって、いろいろと、違う言葉を使われることもあります。ので、まあ、それここで集めてみました。まあ、頂点と言わずに、接点と呼んだり、濃度と呼んだり、点と呼んだりすることもあるかもしれませんし、まあ、有効グラフのこのことを、まあ、辺と呼ぶこともあるかもしれませんし、向きがあるから有効辺ということもあるかもしれませんし、まあ、いろんな言い方があります。でも、まあ、この講義では、有効グラフに対しては頂点と弧、無効グラフに対しては頂点と辺という言葉を私は使っていきます。皆さんは、自分の中で、統一が取れていれば、どのような用語を使っていただいても、どのようなっていうか、ここに書かれている用語の中のどれを使っていただいても構いません。はい。ここまででグラフの定義をしました。ではですね、続いて、造形なグラフというものを考えていきます。何なのかというと、まず、それがをお伝えします。何なのか。今ですね、先ほどですね、先ほど無効グラフというのを定義したんですけども、この左側の図で表されている無効グラフと、右側の図で表されている無効グラフっていうのを考えましょう。例えば、その右側の方だと、頂点集合っていうのは、A、B、C、D、E という感じになると。ここに書くのが良くなかったですね。これは動かせるかな。あ、しまってしまった。動かせないな。これか。これで。ていうふうに感じになってて、左の方は頂点集合が1、2、3、4、5なんです。で、まあ、こういうふうに、まあ、今2つグラフがアップします。で、そうすると、このグラフの今この図紙ですね、図で書かれた様子を見てみると、この図は同じように見えるわけです。その、どこに線があるのかとか、どこに頂点があるのかとかっていうのは全部同じに見えるわけです。ですかね。だから、頂点同士のつながり方は同じであるっていうふうにも、まあ言っていいかなっていう気がするわけですね。だけども、その初めに言った通り、グラフっていうのは集合を使って定義されるわけです。集合を使って定義されるので、この2つの左のグラフの頂点集合と右のグラフの頂点集合はこれ異なります。辺集合も異なります。例えば、左のグラフでは1号って辺があるんだけども、その1号っていう辺は右のグラフにはありません。ですか。だから、この2つのグラフっていうのは、頂点集合や辺集合が異なります。だから集合として見ると、この2つのグラフっていうのは異なるわけです。同じグラフではない。ということになります。でも一方で、このつながり方は同じなんだから、この2つのグラフっていうのは本質的に同じなんじゃないかっていうふうにも、まあ、考えることができるわけです。本質的に同じ。そうすると、その本質的に同じっていう言い方で何を意味するのかってことを明確に数学を使って定義する必要があります。で、その時に使える良い数学の道具っていうのが動値関係です。この2つのグラフが同じであると見なせるような動値関係っていうのを考えてみたい。これを今からやっていきます。もう一つ例を出しますね。今この二つのグラフ。この二つのグラフは先ほどの言い方で言うと、頂点集合はどちらも1、2、3、4、5っていう、同じものを持ってるんですけども、でもこれやっぱりその先ほどの例と同じように、つながり方はこの図で見るとですね、同じようになっているような気がする。だけども、集合として見ると、この二つのグラフの辺集合が異なります。辺集合となります。なんでかっていうと、左のグラフにおいては、1号っていう、その、要素数2の部分集合、頂点集合の部分集合は辺である。わけですけども、ちょっと待ってましょう。辺である。辺であるんですけども、右のグラフでは1号っていう要素数2の部分集合は辺ではないわけです。1と5個辺で結ばれてませんからね。だから集合として見たときには、
この2つのグラフの編集がこれ異なるわけです。異なるわけです。だからこの2つのグラフは同じグラフではないです。だけども先ほど言ったみたいに、この2つのグラフをが本質的で同じであるっていうふうに見たいときもあるわけです。で、それができるように、やっぱり同値関係を考えてみたい。ってことを今からします。だからこの2つのグラフがその本質的に同じであるってことをどのように定義するのかってことを今からやっていきます。で、そのためにですね、この同傾斜像っていうのを使います。今ここではですね、まず有効グラフの場合からやってます。今この例を見ると、この下に2つ有効グラフの図紙があるんですけども、この2つの有効グラフは異なる有効グラフを図紙しているものになるわけですけども、この書き方を見ると、左のグラフの頂点と右のグラフの頂点がうまく対応しているんじゃないかということがわかるわけです。例えば、1の位置にあるものは、右では A の位置にあると。2の位置にあるものは、右では B の位置にあると。3の位置にあるものは C にあると。4の位置にあるものは D にあると。5の位置にあるものは E にあると。で、そのようなこの対応を、対応付けのことを同傾斜像と言います。対応付けっていうふうにも言ったんですけども、対応付けっていうのは、数学で言うと、これ全端者。すいません。全端者。あるいは1対1対応と。呼んでるものですね。今言ってたのは、この1と A っていうのが対応しているとか。そういうことですね。それが1対1に対応している。で、その対応したときに、どういう、状況になってないといけないのかってことをちゃんと書いたのが、この同傾斜像であるというものの定義です。今、2つの有効グラフがあるとします。まあ、左側が G1 で、右側が G2 とします。で、この同傾斜像、G1 から G2 への同傾斜像っていうのは、V1 から V2 への全端斜です。だから頂点を頂点に移すような1対1対応です。で、その時に、ここに書いてある条件を満たさなくちゃいけません。何かというと、任意の UV という G1 の頂点、から左側の頂点に対して2つ持ってきますね。UV というのが個である。だったら、U と V に対応する部分も、右側で個になってないといけない。という条件です。で、しかもその、右から左の方向も成り立つ。だからここが、両向きになってる。という条件です。で、今、下の例を見てみると、どういうことかっていうと、まずこの全端者をここで書いてますね、一番下に。さっき言ったみたいに、位置を A に対応させるっていうのを、この Φ1 イコール A と書いてるわけですね。ちなみにこのギリシャ文字、これ Φ ですね。Φ1 イコール A とか、で、Φ2 イコール B ですね。これが2が B に対応すると。Φ5 イコール E ってことは、これ5が E に対応するということも書いてるわけです。で、ここの書いてある条件を満たすということを確認すると、例えば、ここに、51っていうこの個があります。G1 の方に。51っていう個があります。いいですか？ 51 っていうのは、この A1 の要素なわけです。いいですか？じゃあ、この時に、この条件を見ると、Φ5、Φ1 っていうのは、この右側のグラフの個になってなきゃいけないということを確認したいわけですね。で、実際に、じゃあ、Φ5 は何なのかっていうと、Φ5 っていうのは、これ E のわけですね。だから、この Φ5、Φ1 っていうのの、Φ5 はこれ E で、あって、Φ1 なんかってこれ A ですね。Φ1A はこれ A と思います。で、実際に E と A で見ると、E から A にちゃんと矢印書いてありますから、これは成り立つと。よくわかるわけですね。で、このようにして、もともと、その、左側で個があるところに対して、右側にも個がある。で、逆に、右側に個があるところには、左側に個がある。両向きですね。両向きの矢印。が、成り立っているような、対応付けのことを、同傾斜像と言います。いいですか？
ですか。で、これ今、有効グラフの話をしたんですけども、これ無効グラフでもできます。あ、その前ですね。一応その、前端者とか、前者とか端者のことを忘れている場合は、ここ見て復習をしてください。演習問題で証明をするような話がありますから、その時にはここを見て、何だったかということを思い出してください。で、無効グラフの場合にも同じように、同型作動というのは定義できて、この場合はその左側で変だったら右側、写した先でも変であるということが両向きで成り立つという形で定義されます。いいでしょうか。はい。で、同型作動を使って2つのグラフが本質的に同じであるということを定義します。で、その本質的に同じであるというのを、この数学では同型であるというふうに言います。G1 から G2 への同型作動が存在するとき、G1 と G2 というグラフは同型であると言います。だから先ほどまでの言い方で言うと、これ本質的に出しまった。本質的に同じと。というふうに言っていたものなんだけども、その本質的って何なのかということをちゃんと定義するために、同型作動っていう概念を使って、その本質的に同じであるということを、今後は同型であると。いうふうに言っていくということになるわけです。で、その時に、この記号を使ってきます。G1 と G2 が同型であるっていうのをこの記号を使って書いてきます。まあ、これ何と読むのかよくわかりませんけども、まあ、G1 と G2 は同型であるというふうに読んでいきます。で、ここで格言がありますね。数学理解の基本は定義と記号の理解です。まず、この同型という言葉があったら、その定義は、ここに書いてある通り、G1 から G2 の同型が存在することです。これは定義です。それを記号として、このように書くと。ですか？ですか？ただ、この記号を見たら、まずその時にこの同型であるっていうことを表しているんだってことをまず思い出すと。で、その時に同型っていうのは何だったかなと思ったら、定義っていうのをちゃんと思い出すというのが重要です。でしょうか。で、この同型って言葉を使うことで本質的に同じであるということを定義するというわけです。そうすると先ほどのこの例ですね。この二つは、同型であると、今後は読んでいくということになります。いいでしょうか。はい。そうするとですね、この今、この、同型であるというふうな、この記号として表したものは、これは、すべての無効グラフを要素として持つ集合をガンマとしたときに、このガンマ上の関係になります。何を言ってるかっていうと、二つの無効グラフ、だから、それはガンマの要素ですね。に対して、G1 と G2 は同型であるか、または同型でないか、っていうのが決まるわけです。ですか？これはその関係というやつですね。関係。ですか？で、実は重要なポイントがあって、この、同型であるっていう関係は、このガンマの上の同値関係です。これで、初めに言っていた目的が、この同型であるという関係で、うまくいくということがわかります。で、ちなみに、同値関係を忘れている場合は、ここに書いてある3つの条件を満たすようなことがわかるということと、言い換えられると思ってください。それはその、よくその反射性とか対称性とか推移性と言っていたものです。これは離散数学でやっていると思うので、復習してもらえばいいと思いますし、ここに書いてあるものであるというふうにそのまま捉えてもらってもいいと思います。で、これ性質ですね。だからこれは、その、等値関係を今、グラフに対して定義したんですけども、その定義から、この性質は導かれるわけです。だから、なぜこの3つの性質を満たすのかということを考えるときには、その定義を使って証明ができなくてはいけないわけですね。それがポイントです。でそうすると、例えば、この、同型であるという関係が反射性を満たすとか、対称性を満たすとか、推移性を満たすということを、一個ずつ確認していく必要があるわけです。で、ここでは反射性の話だけをやって、対称性と推移性は演習問題にしたいと思います。はい。じゃ反射性どうやって証明するか。証明していくことは何かっていうと、まずじゃあ反射性なんだかって見てますね。これですね。2の無効グラフ G に対して G と G は同型であるってことを証明することになります。だからそうですね。2の無効グラフ G に対して G と G は同型であるということを証明するということです。で、これ見て、
どうやって消滅するんだろうっていうふうに思うかもしれませんけれども、証明の基本は定義に戻ることです。ですか。定義に基づいて考えることっていうのが証明の基本です。そうすると、じゃあ、動機であるっていうのは何なのかっていうと、それは、この G、この左側のグラフの頂点集合から右側のグラフの頂点集合への動機作動が存在することでしたね。で今、これ同じグラフ G を持ってきてますから、この2の向こうグラフ G の頂点集合が V だったら、この V から V への動機作動が存在するということが言えればよいと。いうことになります。じゃあ、動機作動って何でしょうと言われたら、これまた定義に戻るわけです。そうすると、動機作動の定義によると、まあ、これが示せればよいと。任意の向こうグラフ G イコール VE に対して、全単者で次を満たすものが存在すると。で、そんな、なんか条件があったと。ね。UV が変だったら、それを移した先も変であり、逆の成り立つ。ということですね。で、そうすると、証明しなくちゃいけないのが、任意の向こうグラフに対して、何かの性質を満たす全単者は存在するってことを言いたいので、そういう存在するというふうなものを実際に作ってあげればいいわけです。で、そうすると証明ができます。だから今からやるのは、この実際にこのファイという全単者を作ります。人間の向こうグラフに対して作ります、ファイを。そうだからファイというのは G に依存します。けども、うまく作れます。それを実際にやっていきます。証明ですね。今、初めに書いてあることは、今言ったことの、繰り返しです。任意の向こうグラフ G に対して、G から G への動機作動が存在すると証明すればよいと。ですね。すなわち、これはその動機作動の定義を書き換えたものですけども、任意の向こうグラフ G イコール VE に対して、次を満たす全単者、ファイが存在することを証明すればよいと。そういうことですね。やるのが、G から G への全単者、頂点集合の全単者で、左側の辺と右側の辺がちゃんと対応するようなものを作ってあげる場合。そうですね。で、まあこれ今下の図はこれ例ですけども、あじゃあこれ G から G へ、動機作動を作るときにはどういうふうなその対応を作ってあげればよいかと思えば、まあこの例を見ると、まあ1は1に対応させて、2は2に対応させっていうふうに、まあ同じものを対応させてあげればよいということがわかります。だからまあ、書き方としては、だからまあ、1を1に移して、2を2に移して、まあ、こんな感じですね。5を5に移して。まあ、こういうふうな写像をファイとしてあげればよいかなっていうふうに思うわけです。で、こういうふうに、ある要素を自分自身に移すような写像のことを高等写像と言います。高等写像。これも、理算数学で多分やってると思うんですけども、高等写像。まあ、忘れていてもいいです、別に。忘れてみていてもいいんだけども、まあ、こうやって聞いたりしたら思い出す。あるいはその聞いてた時に、調べて思い出せれば十分です。で、そういうのは高等写像と言います。自分自身に映すような写像ですね。で、まあ、ここでは、これ、その IDV とか書きます。V から V への高等写像なので IDV と書くことにします。で、まあ、それをファイトすればいいかなというふうに思うわけですね。で、それを書きました。そのような全単者として高等写像を考える。で、これ、まあ、重要なのは、これ、ちゃんと書いてないんですけども、高等写像は全単者です。これは本来、証明しなくてはいけないことなんですけども、ちょっとここでは書いてないですね。前の方で全単者の定義があったんですけども、それを使うと、今言ったその高等写像っていうのが全単者であるということも証明できます。ですから、証明できるっていうのは重要です。で、だから、高等写像は、今のところ、動機写像の候補になっています。だから全単者なかったら、そもそも高等写像は、動機写像の候補になり得ないんだけども、まずその全単者であるという条件を満たしています。で、もう一個。ここに書いてある条件を、高等写像が満たさないと、高等写像が動機写像になりません。これはその、動機写像の定義に書いてあることですね。で、先ほど言った通り、高等写像っていうのは、要素を自分自身に移すと言ってるんだから、この IDVU と書いてあるの、これは U に等しいわけです。ですか？これ高等写像だから。
IDVV だと、これは V に等しいわけです。ですか。で、そうすると、この左側に書いている条件、右側に書いている条件は全く同じものだとわかります。だから、この同値性も成り立つということがわかります。ですか。つまり、ここに書いてある、この黒で書いてあった、同系作動であるための条件を、この高等作動は満たすということがわかります。つまり、IDV は G から G への同系作動である。つまり、G と G は同系であるということが分かりましたということになります。いいですか？これで、この同系であるという関係が反射性を満たすということが分かりました。で、あとはですね、対称性と推移性も証明する必要があるんですけども、それは、先ほども言った通り演習問題になってますので、まあ、取り組んでみてください。一応ここに書いてあるヒントなので、取り組む人は見ながら考えてもらってもいいです。はい。で、そうするとですね、何ができるかっていうと、この、同値関係を使って、この、向こうグラフ全体の集合っていうのを割れます。そういうの、この総主張集合とかですね、同値類とかっていうふうに言ったと思うんですけども、まあ、それを、この場合同系類と呼んだりします。まあ、気分は何かっていうと、この、一つのグラフに対して、それと同系のグラフを全部集めてきます。全部集めてきます。で、そうすると、全部集めてきます。で、そうすると、まあ、それらを、まあ、ひとまとめにできますね、と。で、ひとまとめにして、その右に書いたのは別のグラフを持ってきて、それとまあ同系のものを全部集めてきます。で、そうすると、その同系のものだけで、こう、ひとまとめにできますね、と。で、その一つ一つのことを同系類と言います。同系類と言います。エクイバレンスクラスと言います。いいでしょうか。そうすると、その一つの同系類の中には、同系のグラフが全部入っていると。本質的に同じものが全部そこに収まっている。この青で囲まれているところに収まっているということになります。で、まあ、この同系類を代表して、こんな形で、書くということがあります。だから、その本質的に、そのつながり方が同じだっていうふうに言ってるんで、つながり方だけを取り出してきて、その同系類というのを実施するってことがありますし、今後もよくやると思います。で、そうすると、まあ、頂点の名前というかラベルっていうのを略して、この実施するような形になるので、この同系類のことをラベルなしグラフということもあります。だからそういうときには、このつながり方ですね、この本質的な姿だけを気にしているというふうに思ってください。はい。そうするとですね、例えばの頂点数3の向こうグラフの同系類すべてというのをここに挙げてみました。だからそうするとこれ4つだけですね。頂点数3のその本質的に異なるグラフっていうのは4つしかないということになります。でしょうか。で、同じことは有効グラフにもできます。有効グラフに対してやってみると、例えば、頂点数2の有効グラフの同系類すべて、そのラベルなしなのものを書いてみると、こうなるように、なんだろうな。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個ですね。という、まあ、この10個しかないところがわかります。だから、もし皆さんがなんか、頂点数2の有効グラフ適当に書いてみて、だとしても、それは、この10個の中のどれかと必ず同型になります。あ、私が間違ってなければ、必ず同型になります。で、それも確かめてみてください。はい。じゃあ、例題をやってみましょうか。次の2つの向こうグラフ、G1、G2。これ、左側は G1 ですね。で、右側は G2。ですけども、これ G1 から G2 への同型差を一つ見つけてみなさい。これ実はこの、2つのグラフが同型です。で、実際、こう下に回答例として、その同型数をこれ与えてるんですけども、何かっていうと、1は、左の1を1に対応させて、2は4に対応させて、2は4に対応させる。3は7に対応させる。4を3に対応させる。4は3に対応させる。というか、こういう感じですね。そうすると、先ほどの、同型数作動であるという定義の条件を満たすということがわかります。で、これはなかなかですね、大変ですよね。本当にこれ同型数なのかということを確かめるのは大変ですよね。で、直感をちょっとお伝えしたいんですけども、直感をお伝えするために、
図を出すんですけども、これですね。今ですね。この、これ、左側がこれ G1 っていうグラフで、右側が G2 っていうグラフなんですけども、この頂点を、こうかな。頂点をこう動かしてみましょうと。で、まあ今、1は実は動かさないんですけども、2を4の1に動かしましょう。じゃ2を4の1の形を持ってきて、で、3をですね、7の1ですね。3を7の1に持ってきて、こんな感じですかね。ちょっと後でちゃんとできるよ。7の1に持ってきて、4を3の1ですね。4を、まあ、4を3の1に持ってきて、3、ここですね。3の1に持ってきて、で、5を6の1ですね。5を6の1に持ってきて、ここら辺ですね。6の1に持ってきて、で、6を、2の1ですね。2の1に持ってきて、7を5の1に持ってくかな。7を5の1に持ってく。こうすると。ここですね。ちょっと5の1が、よくないんで、得になりますと。この辺ね。そうすると、この左側の書かれ方と右側の書かれ方っていうのが同じになっているのがわかると思います。ちょっと場所が悪いといけませんね。まあ、そういうことですね。で、そういうことなので、ちゃんと、確かにこの二つのグラフ同型なんだなってことは、まあ、このような考え方をしてもわかると思います。で、これを、その、写像の形で書いたのが、これだと、いうことですね。ということになります。だから、やってることは同じだというふうに思ってください。でも、ちょっと抱く印象は違うかもしれないので、まあ、いろんな考え方でいいと思うんですけども、本質的には同じことをやっていると思ってください。これは今、向こうグラフの話だったんですけど、有効グラフで同じようにできて、今これですね。まあ、これも、見ていただければわかると思うので、まあ、実際にですね、ここに書かれているような形で、焦点を動かしてもらうと、確かにこの二つの有効グラフは同型であるということがわかります。でしょうか。では、今日最後のトピックであるグラフの実数という話をします。まず向こうグラフの話をするんですけども、向こうグラフの頂点 V があったら、その頂点の実数といったら、その頂点 V に接続する辺の数のこと。を指します。これ定義ですね。実数の定義です。で、記号は deg gv と表記します。この g っていうのはこのグラフですね。グラフを表していると思ってください。v は頂点ですね。対応していると思ってください。なんで deg と書くかっていうと、実数のことを英語で degree というからですね。degree というから deg と書きます。で、下の例がありますけども、例えば、4という頂点に接続する辺は3つありますから、4という頂点の実数は3です。1という頂点には2つ辺が接続してますから、1の実数は2です。ということになります。いいですか？で、これは向こうグラフにおける頂点の実数です。で、有効グラフにも同じような考え方があります。で、有効グラフの場合には、ここに向きがありますから、その入ってくる、この数と出ていく、この数っていうのを区別します。で、その入ってくる、この数。つまり、その頂点を終点とする、この数のことを、入り実数と言います。これ、入り実数と言います。でも、こういう日本語はですね、本当に気持ち悪いかもしれませんけども、いわゆる、これが、何でしょうね、ゆとう読みっていうんですかね。ゆとう読みですね。入りが訓読みで、字数が音読みっていう、まあ、そういう感じなんですけども、こういうような読み方をするっていうことが、このグラフとネットワークの分野ではよくあって、まあこれがいいかどうかっていうのはまた別問題なんですけども、でこういうのはですね、知らないと読めないんですよね。知らないと読めないから、これ入実数っていうふうに読みたくなるかもしれませんけども、そういうふうに人々は読んでなくて、これ入り実数です。入り実数です。なので注意してください。で、もう一度言うと、頂点の入り実数のことは、その頂点を終点とするこの数のことです。
で、レグ、マイナス G と書くことがあります。この入り実数の方は、このマイナスを使って書きます。まあ、だからもう一つの方があるんですけども、この出ていく辺の、あ、まあいいや、それ次、次に言います。例えば、3って頂点があったら、そこに入ってくる子が2つありますから、3の入り実数は2であると。ですね。ですか ?4 っていう、まあ、この頂点を見ると、入ってくる子の数は、2からと4からありますから、4の入り実数は2です。でしょうか。一方で、ですね、その入ってくる方じゃなくて、出ていく方の数を数えるのを出実数と言います。これ出実数と言います。これもその湯を読みするんですけども、その V を支点とするこの数のことを V の出実数と言います。で、こちら側はこのプラスを使って書くということになります。でしょうか。例えば3という頂点を見ると、3から出ていっている子はありませんから、3の出実数は3です。3の出実数は0です。すいません。0です。そんな感じになります。いいでしょうか。でここまでは定義です。定義です。で、次に言うことが重要で、まあ、今日のハイライトですね。これが分かってほしい。それが、この握手補題と呼ばれる重要な性質です。で、これはですね、どんな無効グラフに対しても成り立つことなので、つまり、その0回目の授業の時にその世の中にはいろいろなネットワークがグラフとしてモデル化できるものがあるんだっていうふうに言ったんですけども、無効グラフのことを言うと、そのどんな無効グラフに対してもここに書かれている式が、等式が成り立ちますっていう、まあすごい話なわけですね。で、まあこれがまずどういうものなのかってことを説明します。これは2つのものがイコールであるというふうに言っています。で、右の方から、説明しますと、右の方は何かっていうと、2×E の要素数です。このですね、E っていう集合の周りに縦棒がついているのは、これは E の有限集合 E の要素数を表します。で、一応言っとくんですけども、これはエロパンちゃんと、どうやってんだっけな。これかな。次のページ挿入ですね。ちょっと言っとくんですけど、何かっていうと、今ですね、この縦棒。で、これは今 E の要素数だっていうふうに言ったんですけども、この縦棒で囲むっていうのが、数学においていろんなところで使われるわけです。で、E の要素数をこれ表すのは、これ E が、集合の場合です。集合の場合です。でも、E が違うものを表している場合には、これは違うものを表すことになります。例えば、E が複素数だったら、これは E の周りの縦棒をつけたものは、これは E の絶対値になります。絶対値。で、もし E が行列だったら、この E の周りに縦棒を置いたものが、これは E の行列式になります。行列式。なんかこれ、行列式がこれ定義されるためには、これ正方行列ってある必要ありますけども、正方行列ですね。で、まあ、この要素数が定義されるためには、この集合は有限集合である必要がありますけども、こういうふうになるわけです。で、何が言いたいかっていうと、E が集合の場合には、この E の周りに縦棒で囲んだものっていうのは、E の絶対値と読まないってことです。まず、だって E の絶対値じゃないんだから。いいですか?なんか縦棒がついてると何でもかんでも絶対値だというふうに読みたくなる人がいるんですけども、それは E が何であるかに依存しますから、それは十分気をつけてください。縦棒がついていれば何でも絶対値であるってわけではないということですね。それは気にしてください。で、戻ります。ということで、右辺は
あ、E の要素数って言って、つまりこれはグラフの辺の総数ですね。辺の総数になります。辺の総数の2倍っていうのがこの右辺です。で、一方で、左辺は何かっていうと、これはシグマだから、これ相和です。で、何の相和かっていうと、そのシグマの下に書いてあるものに関する和を取るわけです。で、何かっていうと、このラージ V という集合の要素、スモール V っていうのを全て考えます。で、全て考えて、そのスモール V の実数を全部足したものというのが、この左辺です。いいですか？このような、このシグマの書き方っていうのに、まず慣れてください。ですか？で、その二つが等しいですよっていうふうに言ってるのが握手答えです。で、この下の例で実際にこの等式が何だったかを確認しましょう。下の方から見ますけども、まずこれ辺の数が7です。ですか？辺の数7です。だから、2かける辺の総数っていうのはこれ14です。ですか？で、これが、この上の式の右辺です。ですね。で、一方で、左辺の方は全ての頂点の実数を足すわけですから、その上全ての頂点の実数をまず見るわけです。頂点1の実数は2です。ですね。頂点2の実数は4。感じですね。で、そうすると、実数は2、4、2、3、3となっていることが分かって、それを全部足すと14になって、確かにこれは先に計算した、この2かける辺の総数と等しいですね。ということが、この例でわかります。ですか？これ証明でも何でもないです。これは例を使って、この例に対して、この握手答えというところに書いてある等式が成り立つということを確認したわけです。ただ、皆さんは、こういう式を見たら、まずこれがどういうことを言ってるのかっていうのを、まず理解するということから始めてください。で、そのために一番いい方法は、例を使って、ちゃんとこの式が成り立っているってことを確認するところです。で、そのように例を使って考えるっていうのは非常に重要なので、皆さんはそれを、心がけてください。この式だけ見て、何だろう何だろうと考えるのは非常に難しいです。だから例を使って考えるってことを心がけてください。で、今からやるのは何かっていうと、この握手答えを証明するということです。で、そこで今日の目標にあった数え上げによる手法、数え上げによる証明の手法というのを使うわけです。どうやってやるか。まず、ですね、アイデアから説明します。アイデア、準備ですね、直感。G の各頂点の周りを見て接続する辺の上に石を置くとします。例えば、4という頂点を見たら、そこには3つ辺が出てますから、その1個ずつ石を辺の上に置きます。5の周りには辺が3つありますから、その3つの辺の上に石を置きます。これをやります。で、やるのは今から何をやるかっていうと、石の総数を計算します。今、ここのグラフの上に置かれた石の総数を計算します。で、それを2通りの、異なる方法で数えます。で、数え方1ですね。1つ頂点を見ますね。で、頂点の周りにいくつ辺、石が置かれたかというを数えます。4という頂点の周りに今こう3つ石が置かれているんですけど、それはなぜかというと、頂点4には3つ辺が接続しているから。つまり頂点4の実数が4だからです。より一般的に言うと、頂点 V の周りには、その頂点の実数の分だけ石が置かれています。ですか？それが全ての頂点に対して行われますから、石の総数というのは頂点の実数の総和になります。いいですか？これは数え方1です。一方、数え方2。各辺に着目します。一つの辺を見ると、その辺には一つの端点につき1個辺が、石が置かれているので、一つの辺の上には必ずちょうど2個石が置かれているということがわかります。ですか？で、そうすると、すべての石の数を足し合わせるときに、辺ごとに見ていきます。そうすると、一つの辺の上には石が2個乗っていて、それをすべての辺に対して足し合わせると、石の総数がわかるということになりますから、石の総数は、
辺の数の2倍になるということになるわけです。これが数え方2です。そうすると、これは同じものを2つの別の方法で数えていることになるので、その2つのものというのは必ず同じになくちゃいけないということになって、つまり、握手個体が必ず成り立つということが言えるわけです。いいですか？今ですね、これは、直感なんですけども、もう少し、別の書き方をします。これちょっと石とかっていうことを、正面で書けないんで、こういう書き方をしましょう。今ですね、右のような行列を考えます。これどういう行列かっていうと、行は頂点に対応します。行が頂点に対応していて、列が辺に対応している。今、その辺に対して A から G まで名前を付けています。で、これは行列なんですけども、各成分が0か1であるような行列です。で、0のところに書いてませんけども、1のところどういうふうになったかっていうと、例えばですね、頂点1って見たら、頂点1には A と B という辺が接続しているので、A と B に対応することは1。で、他は全部0というふうにします。頂点5を見ると、頂点5には A と C と D という辺が接続していますから、頂点5のところには A と C と D に対応する成分は1にして他0にします。0にします。ですか？で、何の数字かっていうと、この行列の中に1が何個あるかということを数えます。あるいはこの行列の成分の和を取ります。この行列の成分の総和を考えます。あ、ちなみにこの行列のことを接続行列と呼んだりするんですけども、まあ、それは何とかどうでもいいです。この行列の成分の総和を考えます。で、この場合は、1が何個か数えるんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、10、13、14ですね。14ですけども、この場合は14。ですけども、これをどういうふうに計算するかってことを二通り言います。で、一つはまずどうするかっていうと、各行を見ます。各行を見ます。そうすると、各行に1が何個あるかっていうと、それは各頂点に対応して、そこに接続する辺がいくつあるかってことに対応します。それは取りも直さず、その頂点の実数です。ですか？だから、これはその各行の成分を足すと、その行に対応する頂点の実数が出てきますということになります。そうすると、何が分かるかっていうと、行列の成分の総和は、ここに出てきた実数を全部足したものであるということが分かります。ので、それは、実数の総和と等しいということになるわけです。ですか？じゃあ一方で、各列の成分の和を足してみましょうと。そうすると、各列は辺に対応しますから、で辺の、辺に、一つの辺に接続する頂点の数2ですから、どの列を見ても、そこに現れる1の数っていうのはちょうど2です。ちょうど2個です。だから、どの列を見ても、そこにある1の数は全部2であって、そうすると、つまり、この、行列の成分の和っていうのは、2かける辺の数、列の数、つまり辺の数。で、これが、成分の総和になると。ということになります。いいですか？そうすると、先ほど成分の総和は、この、次数の総和に等しいということが言えていったので、このことから、この二つの行は等しい。つまり、握手個体になり立つということがわかるわけです。次のページには、これを証明っぽく書いたものがありますけども、まあ、それは見ておいてください。そうすると、証明が、文章として書けるということになります。そういう行列を考えて、そこで、この二通り、この成分の総和を計算すると。それが欲しかったものと等しくなるので、結論が得られますという形の流れです。はい。で、これが握手個体の証明になります。
今ですね、この握手払いっていうのは、無効グラフに対して行ったんですけど、同じような、握手払いが有効グラフに対してもあります。有効グラフに対しては、この入り時数の相和とか出時数の相和っていうのを考えると、それが個の数に等しいということが言えると思います。これ先ほどの無効グラフの時の握手払いと同じような形で証明できますので、考えてみてください。演習問題です。最後に、これに関連した概念を紹介します。それはですね、最大時数と最小時数です。最大時数っていうのは頂点の時数の最大値。最小時数が頂点の時数の最小値です。それをですね、このデルタ。どちらもデルタですけども、デルタっていう微小文字を使って書くことが多いです。上の最大時数の場合は、これ大文字のデルタですね。で、最小時数の場合は小文字のデルタになります。この下の例の場合は、頂点の時数が順番に2、4、2、3、3なので、その中の最大値である4、がこのグラフの最大値数。この中の24233の中の一番小さな値が最小値数になるということです。いいでしょうか。で、そうすると、次なんだとか。同じような、概念が有効グラフにもあって、最大入り時数とか最小入り時数であったり、最大出時数とか最小出時数という用語もあります。でですね、性質として重要なものを、またご紹介したいんですけども、最小時数と、最大時数ですね、の間に、この量が必ず挟まれるということがわかります。この量は何なのかっていうと、もう一度言うと、この V の周りを縦棒で囲んだのは、これは V の要素数ですから、V は集合ですからね。これは頂点の総数です。ですね。E の方は辺の総数ですね。だからこの 2× 辺の総数を頂点の総数で割ったものっていうのは必ず最小時数と最大時数の間にあります。最小時数と最大時数の間にこういう対象関係があるってことは、その定義からすぐにわかりますけども、その間にこれが挟まっているということがわかります。なんでかっていうと、この分子にある 2E っていうのは、これは先ほどの握手払いから実数の相和なわけです。ですか。だから、2E を V で割ったものっていうのは、頂点の実数を頂点数で割ったものになりますから、この真ん中の量っていうのは、これは G の平均実数なわけです。G の実数の平均値です。平均実数です。つまり、この不等式っていうのは、最小値と平均値と最大値を比べているだけなんです。最小実数っていうのは必ず平均実数以下ですね。最小値っていうのは必ず平均値以下です。だから、最小実数は平均実数以下であるし、最大値っていうのは必ず平均値以上ですから、最大実数は必ず平均実数以上だということで、この、不等式が得られるということになります。いいですか？まあ、同じような関係は最大入り時数とか最小入り時数、最大出時数、最小出時数にも現れます。ので、それは演習問題になっています。最後に、今のことからこのようなことが言えます。ある頂点が存在して、その頂点の時数は平均時数以上であるし、ある頂点が存在して、その頂点の時数は平均時数以下である。ということがわかります。なんでかっていうと、先ほどの式、最小時数は平均時数以下で、最大時数以下。で、この、性質を言ったわけですけども、この最小時数を与えるような頂点っていうのが、この2番の式を満たすわけです。一方で、最大時数を満たすような頂点っていうのは、この上の式を満たすわけです。だから、この二つ正しいということになります。ですね。実数を最大である頂点を選べば良いし、実数が最小である頂点を選べば良いというのが1番と2番、それでも証明になります。はい。これで今日の授業はおしまいです。もう一度まとめをすると、今日はまずグラフの定義、
と、同型性っていうのも定義しました。その本質的に同じっていうやつですね。で、最後に、まあ、次数の話をして、当て上げによる証明っていうのができるようになってほしいという話をしました。それでは今日の授業はこれでおしまいになります。ありがとうございます。